皆さんが存在していること、そして自分の力を探求していることは非常に喜ばしいことです。毎日の生活において自分自身の力に触れる、それを発見する、そしてそれを具現化する機会が常にあります。しかし実際には力に対する恐れや痛みが多くの人々に存在するため、このプロセスが容易ではないこともあります。そこで重要なのが、消化の過程や創造主からの光のエネルギーが皆さんに自分の力を見つけ、そしてそれを体現するための素晴らしい機会を提供してくれているということです。この時期に流れてくるエネルギーは非常に地に足がついた種類のものです。それは皆さんが自分の中心、本質、そして真の力に対して深く根を下ろすよう促しています。地に足をつけるという行為は、自分自身やその力に対して設定された制限や障壁を取り除くための第一歩、または扉を開くための鍵のようなものです。このエネルギーによって皆さんは自分自身の力の空間にしっかりと足を踏み入れることができるようになります。そしてそれは皆さんのエネルギーシステムだけでなく、周囲の現実、選択肢、決断にもポジティブな影響を与えてくれます。たとえその選択や決断が怖いもの、または挑戦的なものであったとしても、その瞬間においては力強く感じられるでしょう。この力強さが感じられる瞬間が、実は皆さんが振動数を高め精神的成長を遂げるための鍵となっています。何かが皆さんに力強さを感じさせているなら、それは現在進行中の消化の過程に非常に役立っていると言えます。そして皆さんはその地に足をつけるエネルギーに特に影響されやすく、真の力に対して地に足をつけるようなサポートを受けることができます。地に足をつける行為においても、自分の真の力に焦点を当て、その力を具現化するための体験をしてください。これが皆さんが力を体現し精神的な成長を遂げるための実用的なアプローチです。私、大天使メタトロンは、この特別な消化の時期に役立つ実践的なテクニックを皆さんと共有したいと思います。このテクニックは特に皆さんが自分自身の純粋な力の振動に対してしっかりと地に足をつけることを助けるものです。純粋な力とは謙虚であり、愛から生まれ、皆さんの本質的な自己とつながり、最終的には創造主から流れてくるエネルギーです。この力に存在すると、皆さんは自分だけでなく周りの人々にも有用であり、奉仕していることになります。これが純粋な力にいる証拠です。もしその力が皆さん以外の人々に対して有益でない場合は、それはおそらく皆さんの内部の最も純粋な源からは来ていない可能性が高いです。ただし他人の反応に対して責任を持つ必要はありません。他人が自分自身の力に触れる機会があるにもかかわらずそれを拒否するなら、その力は確かに皆さんの真の本質から来ていると考えてよいでしょう。さて、次の瞑想テクニックについて説明します。まず、皆さんが大きな、そして広がりのある花の中心に座っている姿を想像してください。この花の花びらは皆さんの頭の上まで広がっており、頭の上で優しく触れ合っています。好きな種類や形の花で構いません。そしてその花の茎が地面にしっかりと根を張っていることを認識してください。この茎はエネルギーが地面に流れる道であり、同時に地から皆さんにエネルギーを運ぶ役割も果たしています。この瞑想を行うことで、自分が地に足をつけ純粋な力に触れ、
その力を現実の世界にも持ち込むことができます。ここで私は皆さんを心から招待します。この招待とは、現在進行中の消化プロセスに焦点を当て、自分の真の力、その光とエネルギーを引き出すためのものです。皆さんが先ほどの瞑想で想像した花の空間に自分を感じる中で、その場を力で満たしてください。この光とエネルギーを積極的に吸収することで、自分自身が地に足をつけ、安定した力に接続する助けとなるでしょう。一旦皆さんがこの光とエネルギーであふれるようになったら、次のステップとして母なる地球とのつながりを深めていきましょう。これはとてもシンプルなプロセスで、ただ土や大地、母なる地球そのものに意識を向けるだけです。深く呼吸をして、その花びらの中から母なる地球の温かな抱擁へと自分をゆっくりと沈めていくように想像してみてください。その状態で地に足をつけ、安定した力を感じながら、自分自身が完全に母なる地球と一体化することを許してみてください。この状態で母なる地球が皆さんをどれだけ愛し育んでくれているかを感じてください。その愛と育みのエネルギーに包まれたと感じたら、もし望むならば花びらを開いてそのエネルギーを招き入れ、またはそのまま花びらを閉じても構いません。この空間、この神聖な場所を作り出すと同時に、母なる地球の存在でその場をさらに豊かにしてください。皆さんはすでに自分自身の純粋な力にしっかりと根を下ろしています。創造主の宇宙と母なる地球の支えを受けながら、地球上での物理的な存在と消化プロセスの精神的、霊的な旅を確認しています。これは皆さんが自分自身の力に立脚していると確認できる瞬間です。なぜなら、それが皆さんがこの地球上で、そして消化の過程において体現すべき神聖な権利であると深く認識し受け入れているからです。私、大天使メタトロンとして、皆さんに一つの重要なメッセージを強くお勧めします。それは、今自分自身の存在とその真の力をしっかりと主張する適切な瞬間であるということです。なぜこの瞬間が適しているかといえば、単純に皆さんがそのような主張をするに値する存在であり、それが皆さんの神聖な権利だからです。この主張をする過程は一瞬で変わるものかもしれませんし、時間をかけて慎重に考えるものかもしれません。いずれにせよ、その権利を主張することで、皆さんの内部には新たなエネルギー、スキル、能力、そして知恵が芽生えてくるでしょう。さらに、この主張によって創造主の宇宙からのエネルギーが流れ込み、皆さんが体験したいと思うすべてを現実に変える力が高まるのです。地に足をつけ、自分自身の真の力に根を下ろすと、皆さんは自分自身の存在を強く主張できるようになります。この主張は、皆さんが自分の人生を自分自身の力、真実、そして愛から平和と光を放つ形で生きる権利があるということを意味します。そして何よりも、この全過程を通じて皆さんが現実の世界で感じる変化に意識を向けてみてください。これらの変化は新しい方向性を提示し、新たな行動と創造性を呼び起こすキャタリストとなるでしょう。それは、皆さんが自分自身、そしてこの地球、さらには創造主の宇宙において存在する権利と力を持っている証拠です。Thank you.